DNA 巨人、26日、横浜スタジアム、DNA 先発の K が2回途中6失点 KO。無念の交板に怒りを爆発させ、ベンチに戻るとグラブとペットボトル、帽子を次々と投げつけた。写真、グラブ投げつける K 大荒れのようにベンチの選手も驚く初回に3点を失うと、2回は西2、3塁で岡本はを申告敬遠。長野は打ち取ったかと思われたが、 中前への飛球が野手の間にポトリと落ち2失点。ここで三浦監督が交代を告げた。不甲斐ない自分への苛立ち、不運も重なり怒りが爆発した。初回は一死三塁で吉川に左前にポトリと落ちる敵地打で先制点を献上さらに一死一二塁から吉川に三刀を許した。足で揺さぶられ、長野に死球。判定に不服なのか、何らかの言葉を発し、 イライラを隠せず。続く坂本の東五郎でワンツースリーの併殺かと思われたが、保守、伊藤の一塁送球がワンバウンドとなり一塁はセーフとなった。ピンチ継続となり、続く岸田に左越え二点二塁だ。この一打で再びマウンドでブチ切れ、続く角脇を三振に仕留めたが、怒り収まらず絶叫連発となった。K は8月25日のヤクルト戦でも感情が爆発。 あとアウト一つで勝ち投手の権利を逃し、絶叫しながらマウンドを降りた。DNA では8月27日の阪神戦で中継ぎのウィックが交代を拒否。三浦監督がマウンドでチェンジと一括したことも注目された。